問題はこちらです。私はカンブリアアカデミーの白亜紀先生よ。今回はこの問題を解説するわね。ネットで話題の正答率が 0.7% の問題よ。でも大丈夫、この動画を見れば補助線も引かないで誰でも簡単に解けるようになるわよ。私はこの三角形に注目したわ。この三角形をあとしましょう。あわ1対2対ルート3なのは常識よね。すると正三角形 BDF の一辺は4になるわね。よって FP 対 FB イコール2対4 FQ 対 FD イコール1対4よって正六角形を1と置くと正三角形 BDF は2分の1あ、イコール2分の1かける4分の2かける4分の1イコール16分の1。すると求める部分イコール2分の1引く16分の1かける3イコール16分の5となるわね。あとは具体的な数字で計算すれば OK。 求める部分の面積イコール40ルート3かける16分の5イコール2分の25ルート3、これが正解よ。いかがかしら。補助線を引いて解いても良いけど、この解法なら補助線なしで楽勝よね。いろんな解法があるけど、私の解法が一番楽よ。正答率 0.7% の問題がこんなに簡単にあっさり解けると気分はいいわね。中学受験にもよく出るタイプの平面図形の楽しい良問でした。